はい、どうもレイです。皆さん、2019年お疲れ様でした。今年がもう終わるということで、意外とあっという間でしたね。スプラトゥーン2、2年以上経つんだけど、まさかまだ実況しているって、昔は思わなかった。もうどっかで挫折してやめてるかなって思ってたんですよ。でもありがたいことに見てくれる人がいたので、ずっと続けることができました。もちろん2020年も続けていきたいんですけど、まあ今年はね、ずっと動画撮って、そのまま動画投稿続けてただけなんですけど、とても楽しかった一年でした。じゃあ来年も頑張ろう。ということで話は本題に入るんですけども、2019年最後の動画として、今までやってきたスプラトゥーンの名場面集を作ってみました。はい、じゃあ2019年いろいろあったことを今から振り返っていきましょう。まず一つ目、アオリイカ選手権。アオリイカ選手権はね、敵を倒したら煽ってどれが一番メンタルの狂う煽り方ができるかっていう選手権でございました。アオリイカって不快感を与えると思うんですけど、この時はとても楽しかったです。どうぞ。アオリイカ選手権。一番目誰が来るかな？お、ザップかな？うわぁ雨降らし持った。あー、ちょいちょいあるそれ。雨降らしで、煽る。うわ、パブロ来た。あー、うぜぇ、うぜぇ。いる。でもいる。今、パブロだったけどさ、パブロだったけどさ、ローラーでなんかクルクルする人いるよね。3人目かな？来ました。インカマ使って。上見るだけ上見るだけマジ？何もしないのが煽りみたいな。なんか前にもさ、あったよね。おし。来た。ねえ、なんで止まってんの？なんでずっと止まってんの？出たスタンダードのやつ。普通のアオリイカじゃん。え、しかも帰ってくの早っ。あははうわ、落ちてったし。これただ落ちただけじゃん。え、落ちただけじゃん、今の。あは痛い。優しいな、ちょっと。もうね、煽ってたら落ちるの。もう、そこ金網煽ってたら落ちるんだよ。あ、ラスト来た。うわっ今度スプリン、ねえ、スプリンクラー置いただけじゃん、さっきのに。ねえ。黄色いアサリめっちゃある。固まってる。ねえ、あれ。あ、なんか来た。あ、全員来た、全員来た、全員来た。何？うわっしかも落ちてるし、落ちてるし。はい、次はですね、スーパージャッジの記録を更新したところです。塗りポイントだけ貯めて、スペシャルを使って、スーパージャッジをめちゃくちゃ使うっていう企画をやってたんですけども、それの今まで自分がやってきた記録が更新された瞬間です。どうぞ。あ、いた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 ！やった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 ！超えた！前はギアがこれじゃなかった。もっと弱々しいギアだった。今回はマジで本気でいく。で、前回60回行きそうだったんだよね。59回か。最高59回でまだ60回の壁を越えられてないので、今日は60回を目指して、スーパー着地を使っていきたいと思います。いや、どのくらいだろう。あと10回くらい行けないかな。10回くらい行きたいな。10回盛りてー。あと10回盛りたい。盛れるかな。よし。早い。なんかここに来てペースが早い気がするんですけど。え、最初からこのペースでよかったのに。なんかさ、最近早くね？なんか早い気がする。あ、終わった。何回だろう？めちゃくちゃ作業ゲーだった。まあもちろん勝てませんね。もちろん。まあ、あさりだけどね。
60の壁超えれるか。あ、いた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 。やった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 超えた。次はですね、もしも自分以外のプレイヤーが全員止まってしまったらっていう企画なんですけども、これも何回か何シリーズかやってて、ね、その中の一部、最近のやつですね、最近のやつ持ってきました。イカちゃんが可愛いと思います。もしも自分以外のプレイヤーが急に止まってしまったら、ノラの人はどんな反応をするのか企画。はい、今回はノラの人にドッキリを仕掛けていきたいと思います。どんなドッキリかっていうと、スプラトゥーンで8人でプレイするじゃないですか。そのうち7人が仕掛け人です。そしてターゲットはノラのプレイヤーとなります。全く知らない、友達でもない、何も関係ないプレイヤーを、ノラの人以外の全員が止まったらだね、急に止まったらノラの子どんな反応するのかっていう、まあもうその名の通りの企画なんですけども、まあ今日も楽しんでスプラトゥーンやっていきたいと思います。あ、倒しちゃった。シンデレラタイム来ました。シンデレラタイム。気づくかな？気づくか？あ、俺のとこ来た。あ、気づいた？俺に気づいた。あ、ちょっと警戒してる。やっぱ敵だからちょっと警戒してる。警戒しておるぞ、俺のこと。めっちゃ警戒されてる。あー、すごい、なんか反応したいよ。まあ、敵も止まってるの気づいて。こんにちは。何も言えないのが悲しい。あはははは、かわいい。かわいい。かわいい。ああ、ごめんな、なんか。なんかごめんな。よ。よ。よ。挨拶していいかな？挨拶していい？俺。挨拶できた！あー、やがった！あー、殺された！殺された！あー、面白かった。次はですね、今年の漢字を書いていたら起きた事件。一緒にいたイカちゃんがですね、閲覧注意な、ちょっとエッチいものを書いていたので、名場面集になりました。あー、落ちちゃった！はい、どうもないです。今年の漢字ってのが昨日決まりました。今年は令和の令になったみたいなんですけど、前回、ってか去年かな？去年は、厄災の際を、書いたんですよ。厄災の際を、まあ、北斎使ってこうやって書いたんですけど、今年の漢字は令和の令になったということで、今年も書いてみたいなと思ったんですけど、令和の令って確か令和になった直前に、直前じゃんや。令和になった瞬間に書き初めって言って令和の令を書いたんだよ。だからなんか被っちゃうんですけど、あれよりうまく書けるかなと思ったので、はい、もう一度令和の令でも書いてみようかなと思います。で、インクの色も黒にして、書き初め、習字っぽくね、令和の令を書いていきたい。お、うまい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 。まあ、こんな感じで、書いていきたい。おい！いいね！あ、ちょっと椅子が邪魔です。令和の、令！いい！で、あと引き伸ばしして調整できれば、完璧だ。結構いいんじゃない？飛んでみますね。あ、ほら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 ！令和の令！そもそもこの漢字難しいんだよ。どうも？あれ？逃げ出した。待て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 。待て待て。なんだこれはなんだなんだこれはえ、待ってこれ。おい、これ、どしぼれたじゃないか。あ、これ、おっぱいだおい、乳書いてる。乳書いてやがるぞ。他の別のイカが。これ、乳だぞ。乳だ、乳。しかも、右側の乳の方がちょっとでかいっていう。おっぱい書いてる人いる。お、令和の令より目立ってんじゃん、父の方が。父のが目立っとるやんけ。お、他のとこにも、また他のとこにも書いてある。一個だけじゃなくて二つあったぞ。
はい、次の動画はですね、うちの飼ってる猫ちゃんが任天堂スイッチに体当たりをして、ゲーム中に、まあ、いろいろやらかす場面なんですけども、こちらもご覧ください。これを、コナンサリをおとりにして、潜伏してるんですけど、あ、いない。いたわ、こっちだ。え、ちょっと待って、また、くそ、またプロモデラーかよ。ちょっと紅茶変わるのな、読めなかったら。やばい。やばい、猫来た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 。やばい、見えな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 い。猫来た。邪魔、邪魔。あっちゃ。あ、見えない、マジ見えない。とりあえずボムと撃つことしかできない。ああ！ボケ片面だけ見、あ、ここバレてるからダメだ。待って、本当に見えません。本当に見えないっす。これ、なんか、泥沼の戦いしてる。ああ、負けちゃったよ。今のは猫関係ないです。ただ負けました。そして雨がまた使えなかった。猫ない、マジで。あ、で、電球消さないでね、絶対に。頼むよ。あ、持っちゃったじゃん。ちょうだい。飛んできて。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、倒した。入れろ、入れろ。やった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 。勝った、勝った、勝った、勝った。勝った、勝った、勝った、勝った。よし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 。ねえ、猫来ないで、来ないで、来ないで。リエン。よっしゃー。ねえ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 本当にもう、猫に電源切られたんだけど。え、肩の猫に電源切られたんだけど。え、マジで？え、これどうなんの？え、俺勝ったことになるよね、ちゃんと。ふざけんなよ、マジか。説明不要のカエルの合唱。カエルの歌が聞こえてくるよ。わっ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 。ケロ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 、わっわっわっ。はい、次は忙しい人用の実況なんですけど、これはもう暇な時間をなくそうと思って、カットしたとこから始まりました。スプラトゥーンの石屋の動画をカットして短くした実況です。個人的には結構好きなので、みんなにお見せしたいと思います。ぜひ見てください。あー、しんどいけど頑張るアサリだ。アサリ好きな人っているのかな？いるよね。アサリが一番好きな人いるよね、絶対ね。俺もアサリ一番じゃないけど好きだよ。4番目に。塗りはあるけどな、マップで見ればわかるんだけど。あ、当たってる当たってる、これこれこれ。あー、あと一発が届かなかったか、惜しかった。3発じゃやれない。もう2発当てないと、キュイーンって音当てないといけない。キュイーンって音。直撃を当てていきたいところですね。あ、なんか上にいる上にいる上にいる。ここに上にいる。キュイーンって音はあれ、当てれば倒せるけど、登っちゃ、あー、キュイーンって音当たった。やべ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 、後ろ来てる。登ってきたぞ、登ってきた。どこー、もういいや、後ろにボムラッシュして、前にもして。もう来させないようにしとこう、来させないように。味方が入れてくれた。入れちゃう、今やる、今のうち。なんだこれ。爆発音だ。フレフレフレ、オッケー、吸引がなくても倒せる。あと一発、吸引した、吸引した。ほら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 、くそ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 、あった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 、なんか登ってきた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 、なんか登ってくる、なんか登ってくる。あ、バリアブルか、バリアブルだな。イガチャって長いな。ナイスナイスナイス、パブロナイス、後ろからパブロ、そして前から俺、俺意味なし。ナイス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 、さあ任せろ。あー、味方が死んだ。俺は死ななかった。俺が踏んだトラップに、俺が踏んだトラップに味方が死んだぞ。多分出てくる、ここ
はい、吸引。忘れた頃に吸引をする。ウェーイ、吸引。え、めっちゃラグいんですけど、今の。見ました、今。めっちゃラグい。割れる。割れたぜ。行きって言ったら行かないか。おい、いらない。こんなもんいるか。なんで銃にするんや。バレちゃうだろ、俺の場所が。もう勝ってるんだから、いいの。オッケー、いいの。はい、あとボムラッシュ、ここから。倒す、ここで。いじめ。おい、ガッチー。勝ったのはいいんだけどさ、最後俺、アサリポイ捨てしたぞ。はい、最後ミステリーゾーンで引き分けを達成しました。多分、いや、絶対だな。絶対、スプラトゥーン2で引き分けを達成したのって、俺が初めてなんだよ。絶対。で、その後に、まあ、ちょっとアップデがあって、ミステリーゾーンっていうステージが追加されて、で、そこでもね、引き分けを達成することができました。これも多分初めてだと思います。ちょっと今回長いんですけど、引き分けになった時の映像です。とても、素晴らしかったです。では、2019年、ありがとうございました。この引き分けで、お別れしましょう。はい、どうもありがとうございます。今回なんですけど、このクイックバスケットのステージって、まあ、エリアが、縄張りバトルなんだけど、エリアがあるんですよ。で、エリアを取ると、まあ、自動的にさ、汚く塗っても、まあ、エリア塗ったみたいな感じで、取れるんですよ。パシャーンって。パシャーンって取れるんだけど、今回それだけ利用して、もしかしたら引き分けできるんじゃないかなと思ったので、エリアだけ塗って、てかでもさ、そうだよね。3個ずつ取ったらさ、てか普通に考えてさ、3個ずつ取ったらさ、引き分けだよね。むしろ引き分けになんないとおかしいみたいなとこあるんで、ちょっと検証してみたいと思います。はい、間違えしました。ということでですね、今この線が出てるところ、パシャーって線が出てるところを、ここだけ塗っていきたいと思います。俺今朝さ、ここでさ、煽るだけの縄張りバトルやったんですけど、すげえ面白かった。それを見せたかった。見てくれました、あの動画。結構盛り上がったんですよ、自分の中では。自分の中ではなんか、このずっとペチペチする行為。なんかこれ、すがすがしいよね。で、あと塗り方なんだけど、これ出ないようにしないといけないから。なんか、うまいこと、地面向かって、下向いて打つ。あ、オッケー。こうやって自動、パシャーンって取れるんで、まあ、こんな感じでやっていきましょう。で、真ん中周辺から塗っていかないと、はみ出ちゃう。絶対はみ出ちゃうから。はい、とりあえず。できるだけギリギリを狙わないように。ギリギリ狙っちゃうとマジではみ出ちゃうから。いけそうなとこだけを狙ってやっていきましょう。もうちょいかな。もうちょい。あ、オッケー!いいね。2個目完成。まあ、こんな感じで敵陣地3個、自軍3個あるので、ここだけ塗ればね、絶対引き分けですよ。てか普通に考えてさ、マジ引き分け、ここなんないとおかしくない?おかしいよね。だって同じエリアなのにさ、ポイント違ったらちょっと不利になっちゃうもんね。よし。OK、完成。完成しました。じゃあ、あとは、怖いので、帰っておきましょう。これ待機だ。うわ、ドキドキする。どうだ?え?3ポイント違うんだけど、え?ちょっと逆にしてみよっか。ちょっとよくわからないので、アルファとブラボだけ変えました。ちょっとまた3分間使って塗っていきたいと思います。はみ出てない。こっちもはみ出てない。最後もはみ出てない。てかめっちゃ綺麗だね。マップ上から見ても問題ない。ちょっとこれで引き分けになるか見てみよう。なんで?引き分けじゃない。不公平じゃんこれ。これはミステリーゾーンでどうしても引き分けが取りたい男の物語である。まあこれはもう機械に任せた方がいいのかな。ちょっと残るんだよな、このバー。ほらこいつちょっと残すんだよ。もっと綺麗に塗れよバー。
ちょっと汚くなっちゃうね。ほら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 。あ、止まった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 。チャンスチャンス。オッケーオッケー。いい感じじゃない？マップは？あ、いい感じ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 。どうだ？どうだ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 。真ん中にあるバーに塩を塗ってもらえば、もしかしたら引き分けが取れるのではないかと思ったので、やってみました。0.2 の差あるの？嘘。ってことはこっちがちょっと濡れてないのかな？どっか濡れてないのかな？綺麗に塗ってるつもりなんだけどな。でも結構時間に余裕はあるから、このステージは結構時間に余裕があるから、なんかマジで見直しができる。こういう周り塗っとくか。で、縁塗っといて、な、マジで塗り残しないようにしないとね。お、いい感じいい感じ。ただ色がちょっと見にくいな、マップ。え、すごい。え、この色すごいね。ピンクの色すごいね。ピンクの色綺麗じゃない？ピンクの上の方白いし、光かな。あ、止まった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 。脇塗って、これ最後の脇がね大事だから。いい感じ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 。来た来た来たべ来たべ。これええー、嘘ー。このステージでダメか。あとは最後の、ここの、こいつが塗り方汚いんだよ、このバーが。バー全然塗れないんだよ。ちょっと残っちゃうんだよね、相手のインクが。これを掃除しなきゃな、あとは。でも可愛いな。バーせっかく塗ってんのに、ちょっと塗り残しがあるの可愛いな。塗り残し塗り残したあいつ。こっち大丈夫だ。オッケー、お願いします。頼みます。いや、バーの一族ならいけるでしょう。行くでしょう。頑張れ。あー、0.1 届かない。0.1 届かないの？どこ？どこにあるんだ、0.1 は。うちの0.1はどこにあるんだ？どこ行った？ 0.1。はい、どうもりです。最近ですね、引き分けを狙うって形で、まあ、ほとんどステージと戦ってるんですけども、今日は完結戦のバラっていう、ここの、完結戦があるステージで、引き分けを狙っていきたいと思います。で、このステージなんだけど、まあ、一応真ん中が、分かれてるんだよね。こっち陣地とあっち陣地って分かれてるから、真ん中の、なんて言ったら、線が引きやすい。中央が塗りやすいから、このステージにしました。他にもいろんなステージやったんだけど、なんかどうしても、引き分けならなくて。なので今日は、ここの、綺麗にして、こういうとこ綺麗にして、引き分けを狙っていきたいと思います。こう真ん中どうしよっかな。あと上だね。上もあるから、上も真ん中引かないといけないな。線どういう風に引こうかな。縦に引くか、横に引くかなんだけど、縦の方がいいかな。この下のとこに合わせて、縦かな。横ちょっと塗りづらいし縦だな。じゃ、左側を青にしよう。で、右側をオレンジに塗ってもらおう。塗り塗り中。塗り塗り中だよ。塗り塗り中。これでどうなったかな？塗り残しないよね？大丈夫だよね？あー惜しい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 、めっちゃ惜しい。惜しかったなぁ。さっきめっちゃ惜しかったなぁ。めっちゃ惜しかったね。初めてのさ、完結戦でこれ良くない？めっちゃ惜しかった。さっきの本当に惜しかったと思う。ぬり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 。ちょっと塗るのが、あ、オッケー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 。完璧じゃん今の。完璧。ここめっちゃ綺麗。お、めっちゃ綺麗ここ。
いや、オッケーオッケーオッケー。どう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 。今度こっちか。惜しい。ちょっと引き分けた。うわ、ドキドキする。どうだ。え3ポイント違うんだけど。え、0.2 の差あるの。嘘。これちょっと塗るのが。あ、オッケーオッケーオッケー、完璧じゃん今の。完璧。ここめっちゃ綺麗。もうめっちゃ綺麗ここ。今度こっちか。惜しい。なんか俺思ったのは、今まで、真ん中がないステージを頑張って真ん中区切って、で、塗ってたんだよ。で、バーの一族は、なんかもともと真ん中決まってるからさ、区切る必要なかった。だからなんかうまくいかないんじゃないかっていう。今までなんかその、真ん中を手動でやることによって、なんかうまく調整できたのではないかと思ってて、だからなんか、クイックバスケットとか、真ん中が決まってないステージがいいと思いました。はい、じゃあ今回はクイックバスケットで引き分けを狙っていきたいと思います。で、前回の、どこだっけ？前回の完結戦か。完結戦下のポイントは一緒だったんだよ。下のポイントは一緒だったんだけど、なんか、上のポイントができてなくて、その上のポイントを一緒にしたいんだよね。これが真ん中か？この線が真ん中？っぽいな。ここだな。この壁の線、あ、きれい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 。どうよ？どうよこれ？いいんじゃない？あと緑に塗ってもらえば、いい感じの真ん中が引ける。どうだこれ？あ、でも上から見たらめっちゃ綺麗だぞ。やったー！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 一発一発一発！やったー！イエーイ！イエーイ！なったー！引き分けなったー！